教会認定講師の増美です。今日はよろしくお願いします。今日はこちらの図書を使ってですね、軽い静止をしたいと思います。ではですね、早速静止の方にかかろうかなと思うんですけど、このキーはですね、このままでも、ね、それなりの形はしてますので、見れなくもないですし、それなりの形が整ってるかなと思うんですけど、ちょっとした針金をね、かけてあげることによって、さらによく見えるようになるよっていうのの一つの例をですね、今からお見せしたいなと思います。ざっくり言うとですね、この木の場合ですね、見ていただくと、こちらの下のところにこういう白い陣が飛び出してて、これとこの緑の葉っぱのコントラストで見せてる木ではあるんですけど、この下の下枝までの空間がですね、この木の全体の高さに対して下の部分の空間がちょっと広すぎることによる、 なんとなくこうちょっとこうなんですかね、バランスが微妙に、おかしいという感じがするので、そこを解消してあげるだけでも随分変わるよというところで、今からやっていきますね。枝と枝の、間にこううまく針金がいくように、葉っぱを巻き込まないように慎重にかけてください。とりあえず本当はね、きちっと全部というかね、もっとたくさん各枝に細かくかけるともっと良くなるのは良くなるんですけど、ちょっと、針金 4,5 本ですかねを使ってちょっと今かけたんですけど、これだけでも多分最初の姿よりは随分全体の、バランスが良くなったんじゃないかなと思うんですけど、こういう形でですね、針金っていうのは一発で姿がね変えられるというのが一つ、大きな魅力というかですので、ぜひね皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。